仕事だ。いつものところで待ってる。若い女か。気が進まんな。笑わせないでよ。ボディーガードってただのおじさんじゃない。すけべ、あやは数年後には日本を代表するアーティストになるんです。あやを守るのがお前の役目だろ。君を守るためだ。盗聴なんてただの覗き見趣味じゃない。これからあや様の指を一本一本ちぎってやる。何が目的だ。これか。脅迫状もあの車も私は関係ない。少しの間でいいからこうさせて。この作品を感じたいの。ユイジに認めてほしいから私は絵を描き続けてきたんだよ。